ちゃった。スモモちゃん逃げちゃった。雪嫌いなのかな。だろうと、明日からね、最低温度も5度ぐらいで上がっていくような感じで、今日の寒さもこの寒さも今日ぐらいで、終わりみたいな天気予報でしたね。今月は少し暖かくなるようなお話でした。これは天気予報のお話なんですけどもね、2月5日もうそろそろね、もう日はもうほら、前1月にビデオで撮った時は袋かぶせるんだと、こっちの方ではね、ビアの袋をかぶせる時期が来ました。ちょっとお待ちくださいね。今どんな状況かちゅうのをね、ちょっと行ってみよう。そうだな、一回ちぎって、そっち側に持ってくんかな。まあ2、3粒ね、取ってきたんだけどもさ、まあ現在このようになってるわけね。もうこれはもう例えばね、袋をかぶせられるわけね。じゃあちょっと検査してみましょうかね、死んでるのか死んでないのかね。これをだいたい普通はもうなった、ヒワの木になった状態で、していくんだけども、こうやって切ることはないんだけども、このうちまあ3つぐらい残してね、それからヒワをかぶせたかったんだけども、まずその前にヒワの木が死んでるか死んでないか確認してみましょうかね。ね、ヒワの粒をまあこっから真ん中からぶっちぎってね、中身が真っ白だったら生きてるんですね。これが中身が真っ黒になってたら死んでるんだな。それを検査するためにはまずね、袋かぶせる時はいらないだろうと思います。これをそうだな、まあいらないようなやつはこれとそれとのこれを2つを切って3つを残して袋をかけたいんだな。その前にちょっとそのいらないやつをちょっとまず検査してみようかなと思っております。生きとれば白、死んでれば黒、どっちなんでしょうかね。見えますかね、真っ黒だねこれね。こんな風になるね。じゃあ次こっちを切ってみようかね。黒、死んでるね。だいたいこれぐらいでね、袋をかぶせればいいかなと思うんですけどね。果たしてその袋をかぶせていいところをちょっと残したい、このビワの木を実をね、ちょっと検査してみようかなと思ってます。3つとも切っちゃった。どうですこれ、わかるかな。真っ黒になってるんだな。要は全滅だっていうことですね。困っちゃったな。次のやつも持ってきましたけどね。次はどうなる。まずね、たくさんまあビワついてるんだけどもさ、残したいやつ、残さなくていいやつね、それのちょっと仕分けでもしてみようかなと思っております。まずもうとりあえずいらないやつは切ってしまいますね。
ね、4つ残しております。もう1つ、これでも切りましょうかね。これいいね、こんな風でさ、ちょうど袋をかぶせるには最適の時期なんだけどね、これはいかがなもんかと、先ほどはもう全滅でしたけどね、全部死んでますね、ね、こんな具合なんですよ。長崎早生は 100% 死んでおります。そうだな、今年はね、東京におる姉ちゃんとか兄ちゃん、それに弟のオーナーさんにもね、送れる日はないな、うん、今まではね、雪が降ってもね、どっかに一箇所一つでも二つでもね、生きてるやつがあったんだよな。今回は全滅だな。この枝を切っても生きてるやつは一つも見ないね。昨日もそうだったけどさ、一つも見なかったよ。全部死んでた。苦しみについて考えます。誰もが等しく抱いた悲しみについて、生きる苦しみと老いてゆく悲しみと
吉田浩一君、立候補おめでとうございます。万歳。